こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本はかつて米国に F-22 ステルス戦闘機を導入を強く希望していた。だが日本は次期戦闘機開発計画を進めている中、豪州が脱中国への方向転換を示した。これにより豪州が強く要望しているのが F-22 戦闘機が復活することだ。だが生産ラインが閉ざされているので、この F-22 戦闘機を生産することはないだろう。だがもう一つ問題が、今回この豪州が望んでいる F-22 戦闘機について話してきますね。日本ではオーストラリアが進めているアタック級新型潜水艦計画の行方について、一度は日本の潜水艦が有力候補と目されたことからか、どのような結果となるのかに注目する向きが多い。ご存知のようにアタック級潜水艦計画はフランス案が採用を勝ち取り、フランス本国ではシュフラン級として建造が進められている原子力潜水艦をオーストラリア向けに通常動力型に変更するものだ。アタック級潜水艦は単なる攻撃型潜水艦にとまらず、対地攻撃用の巡航ミサイルを運用する能力を持ち、この点を重視することが前提であれば、そもそも日本の潜水艦が選ばれる可能性は低かったと思える。アタック級潜水艦がこの対地攻撃用の巡航ミサイル運用能力を備えている。理由の一つは、2010年の退役まで F-111 アードバーグ戦闘爆撃機が担っていた長距離攻撃能力の補完とも言われている。しかし、航空機と潜水艦では有事の際に任意の地点へ展開する場合、当たり前のことだが移動速度に大きな開きがあるため、オーストラリアとしてはやはり航空機での長距離攻撃能力の再獲得に意欲的なようだ。こうした状況から、オーストラリアはアメリカ空軍が鋭意開発中の B-21 レーダー爆撃機の導入にも前向きだと伝えられているが、この戦略的なステルス爆撃機をアメリカが他国に供与することは考えづらい。このアメリカの B-21 レーダー爆撃機は現行の B-2 爆撃機と同じく、ノースロップ・グラマン社が開発中の長距離爆撃機であり、外観もこれによく似た前翼機であるが、アメリカでの運用も2025年以降の見込みだ。 B-2 爆撃機と B-21 レーダー爆撃機の最大の違いはその生産数であるといえ、旧ソ連との冷戦終了によってわずか21機のみに止まった前者に比べ、後者は100機以上の調達が予定される機体となっている。このような B-21 レーダー爆撃機の現状を考慮してか、オーストラリアのメディアでは、また別の爆撃機としてもっと実現性が薄いのではないかと思える幻の計画を再開してはどうかとの案も出ている。それがアメリカの第5世代戦闘機の先駆けである F-22 ラプターの派生型として、これを戦闘爆撃機化させた FB-22 戦闘爆撃機計画を
再開させる案で、オーストラリアとアメリカと日本とで採用すればよいとの主張だ。オーストラリアがここに日本の名をも挙げているのは、 F-35 ライトニング2の導入以前に日本も F-22 ラプター戦闘機の導入を熱望していた経緯を察知してのことだと思われるが、かなりの希望的観測だろう。そもそも日本がこうした戦闘爆撃機を気球したとすれば、まさに攻撃的な兵器であるとして、採用以前の問題として政治的にそれをどのように認めさせるかという大きなハードルが横たわると思われる。もちろんオーストラリアもこうした案があっさりと実現できるなどとは考えていないはずで、あくまで自国の戦力の空白を埋めようと思考した場合の選択肢としての一つの考え方の提示なのだろう。そもそも日本ではオーストラリアといえば牧歌的なイメージが先行する通りで、確かに近年になって軍事力の近代化に注力を始めているというのが実情かもしれない。これまでの歴史の中でオーストラリアが建国以来最大の脅威にさらされたのは太平洋戦争中の日本からの攻撃であり、この時の経験から北方から攻撃されることを警戒している。ただ、幸いなことに太平洋戦争後はオーストラリアが直接的な軍事的脅威に直面することはなくなり、インドネシアとの石油資源をめぐっての対立など、極めて局地的な争いに限定されていた。しかし、インドネシアがオランダの植民地であったことから脱皮し、周辺の海洋、島々に対する支配力を強め、人口で2億人を超過すると、わずか2500万人の人口のオーストラリアは、警戒感を強めている。もちろんインドネシアがオーストラリア本国に侵攻してくる可能性は限りなく低いだろうが、イスラム国家として東ティモールなどでの紛争を続ける同国との軋轢は今後も高まる可能性が高い。加えて、オーストラリアは、今や、中国を、最大の貿易相手国として久しいが、中国の南沙諸島での領土拡張路線を、間のあたりにして、自国の、北側からの日本以来の脅威の発生を感じ始めたのだろう。ことに2020年に入っての新型コロナウイルスの問題などもあり、これまでと異なり、オーストラリアは中国寄りの政治姿勢を転換し、アメリカ側に組みすることを鮮明にし始めたようにも見える。日本も他人事ではなく、経済の中国依存度が高い国として、今後のオーストラリアの政治的な反中国路線が果たして成功するのか、アジアの一国として注目すべきではないだろうか。オーストラリアとインドネシアの対立を見ると、19世紀の欧米の植民地政策の名残が色濃く反映されていることが未だに痛感させられる。